ボーマスの T シャツを着たシルビア・セインとボーマス、インクは1996年設立のインターネット企業であり、主要事業は検索エンジンポータル bomis.com での広告販売であった。フリー百科事典プロジェクトヌペジア及びウィキペディアに資金援助を行った。2006年以来、ティムシェルが CEO を務めていた。bomis.com では人気のある サーチ対象のウェブリングを作成、提供している。ウェブリングのカテゴリーは2005年現在をまかに、かわいこちゃん、エンターテインメント、スポーツ、ポルノ、その他及び、サイエンスフィクションに、カテゴリー分けされている。ポルノ、かわいこちゃん、エンターテインメントのカテゴリーは最も更新頻度が、高く、人気も高い。加えて、ボマス社は、 オープンディレクトリプロジェクトのサーチディレクトリをコピーしたものを提供している。検索に関連するページでは広告掲載及びアフィリエイトから収益を得ている。またボマスは2005年までボマスプレミアムというウェブサイトを運営していた。これは顧客に対して上質のポルノコンテンツを提供するものだった。2005年半ばまでボマスはボマスベイブレポート という無料のブログを公開しており、これは著名人、モデル、大人向けエンターテインメント業界のニュースや論評を伝えるものであった。このボマス・ベイブ・レポートは、ボマスプレミアムへ多くの、またボマスは、ネキット・インフォというエロチックな写真のフリーレポジトリを運営しており、さらに、高精度可愛い子ちゃん検索エンジンを歌う、ザ・ベイブエンジンを運営していた。 これはグラマラスな写真からポルノグラフィーまで多様な写真をインデックスしたものだった。こうしたポルノグラフィー関連と検索に加えて、ボーマスは客観主義及びその他のリバタリアニズム的政治思想を支持するウェブサイトをホスティングしていた。この中には書籍や引用のデータベース、フリーダムズネスト、そして今や消滅した大規模な客観主義コミュニティ、ウィーザリビングも含まれている。 ボマスはヌペジアを開始しヌペジアに従事させるために雇ったラリー・サンガーからウィキペディアのアイデアを得た。ボマスはこれらのプロジェクトにウェブスペースと帯域を提供しこれらのプロジェクトとは関わるがドメイン名などオープンソースやオープンコンテン,テントでない部分を所有した。しかし2003年6月20日これらの所有権をウィキメディア財団に移譲する計画だと発表した。 bomis.com は2010年頃に閲覧不能となった。2012年12月、ボーマスに何が起こったかという質問がからに寄せられ、ボーマスの創業者であるジミー・ウェールズが2013年1月に以下のように回答した。AB インターネットアーカイブに残っている bomis.com のアーカイブは2010年2月24日付が最後となっている。 同じ URL で次に記録が残っているのは2013年8月15日付のアーカイブだが表示されるのは bomis.com のページではなくパトバックスというレンタルサーバー会社のウェルカムメッセージである。ボマス・ワッツ・ニュー。2010年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月24日閲覧。 ドメイン名の登録情報及びアーカイブされたページを参照。このサイトは bomis.com で宣伝されていた。2006年3月現在、premium.bomis.com と同じ IP アドレスを用いており、ネームサーバーとして bomis.com を使用している。フリーダムズネストウェブサイト。2006年3月16日閲覧。wikipediaL。 アナウンシング・ウィキミディア・ファンデーション。2008年10月16日へ閲覧。ABCD ジミー・ウェールズホワット・ハップンド・ツー・ボマス。から2018年7月28日へ閲覧。ありがとうございます。